どうもなおちんです。本日はモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあ懐かしいね、懐かしい。ストーリーズ1はもう全クリしたのよ。だいぶ前だけども DS の時にやってました。さあ2はどんな感じなんだろうね。お、なるほどね、こんな感じか。はいはい、あ、まあまあカメラ操作とかはやりやすいね。で目的地もマーカーがついてるから分かりやすい。迷子になることはなさそうだね。おお、ロアルがいるのかい。こいつに話せってことね。まあもちろんのこと映像はだいぶ進化してるね。 3DS の時はこんな感じじゃなかったけど、おお、すごくいい感じ。何、あ、最初の戦闘のチュートリアルがあるのかな。おお、蜂蜜もあるぞ。あ、なるほど、敵にぶつかるとエンカウントするっていう、あ、そのタイプね。はいはい、分かりやすい分かりやすい。では戦闘どんな感じだ。戦うを選んでパワー、あー、そうそうそう、三すくみだ。そうだそうだそうだ、じゃんけんの要領で戦ったんだよね。うんうん、この戦闘方法は1の時のまんま。そうそうそう、この3組だった。はい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 、この攻撃にはこの攻撃っていうのがあって、敵の癖みたいなのがあったんだよね。そう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 、それをちょっと攻略しないと強い敵には勝てなかった。そうだ、スピードかパワーに、はい、そうそう、超出荷がめちゃくちゃ強かった気がするよね。うん、金のレイヤーとか銀のレウスとか倒したよね、倒した。ああ、ダブルアクションもあったね、あったあった。そう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 、え、アクションの発動はどうなの。うん、あ、なるほどね、オトモンと同じ狙いが決まるとダブルアクションで超ダメージを与えれるようになると。オトモンがスピード、俺もスピード、これは間違いなくいける。はい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 、やっぱ映像が全然違うからすごいね。うんうん、没入感素晴らしい。絆が導く勝利だね。はい、最初のまあチュートリアルは余裕です。レベルはもちろん99まであるんだろうね。最大99じゃない、レベルは99まではね、サクッと上げていきたいね。うん、まあ日本一目指したいね。日本で初めて99にしたっていうのを目指していきたい。何、あ、戦いなさいよと、あ、いうことか。これぶつかってこうエンカウントするといいな。ああ、いいいい。もちろんめちゃくちゃ速いやつとかいるんだよね。ランポス。はい。なんで来る？テクニックとか、いや、スピードでしょ。スピード攻撃してくると思うからテクニックでいきましょう。ほら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 、ランポスって言ったらやっぱそんな感じでしょ。じゃあ、いいね。決まった。まあ、この、モンスターはこの攻撃が多いっていうのは多分攻略ですぐ出てくると思うので、うん、それはやっていこう。あ、薬草、え、まだ使わなくていいけどな、まあいいか、チュートリアルだからね、自分を回復します。ケイナが全然攻撃してくれないんだけど、まあ危なくなったらしてくれるのかな。ああ、強いぞ。多分ずっとスピードで来ると思うからテクニックでいいですよ、ずっとね。次はハテナなんだね。これを多分ミヤブルみたいなやつで HP を晒すこともできるんじゃないかな。オトモンの方はあれか、自分の意味で
技を選べるわけにはいかないのか。あ、スキル、おスキルっていうのがあるのね。子供も指示はできるんだ。わかった。スキル使ってみよう。これを使いなさいよと。スキルにもう3すくみの効果があるのね。わかった。行こう。チャージタック、そんなダメージない。でもまあ後々ね、強い技が出てくるんでしょう。はい、分かってきたよ。結構前のまんまだ。もうこういうのあったね。飛べるやつじゃないといけないやつとかあった気がする。あ、これアイテム、ああ採取もできるのね。これはあれだね、このめちゃくちゃ採取できるポイントとかも絶対攻略であるわ。あるある、そういうところもね探しながら行きたいね。おお、鉱石とかもあるんだ。すごいすごいすごい。いや、これは結構やり込みようがあるぞ。これいろんなことができそうだ。おっと、ボスだね。ボス、ああ、やっく、行きましょう。いろいろと奥が深いね、この戦闘においては。これも、まあまあ、言われたままやってみましょう。ダブル。こんなエフェクトになる、すごいね、すごいな。エフェクトが結構派手だよ。あ、ランコスにそんなエフェクトしちゃう、すごいね。いや、戻ってきました。戦闘のチュートリアルなんかしてだいぶね分かった。まあ、基本的には1をやってると分かりやすいかもしれない。まあまあ、これ体験版もう少し楽しめそうなのでやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。